こんにちは、アートクレイチャンネルのジンです。今日はですね、流金風といいますか、こんな感じで均等な大きさの銀の球体が連なったデザインのリングの作り方をご紹介します。まず木芯棒に3号アップで付箋紙を巻いておきます。次にボールチェーンを準備します。ボールチェーンはですね、こんな感じで、巻き付けた付箋紙の円周に対して少し短くなるようにカットしておきます。そうしたら、以前の動画でも使いましたが、からしリンジの容器に粘土を詰めて、押し出します。付箋紙にしっかりと水をつけて、そのまま、押し出した粘土を、巻き付けていきます。形はですね、自由なので、好きな感じで巻き付けていただいて、つなぎ目のところは余分な部分をカットしてなじませておきます。つなぎ目をしっかりなじませたら、次にですね、2ミリ厚に、厚みを整えていきます。木芯棒に巻き付けたまま、コロコロと転がして、厚みを均一にしておきます。ちょっと形がですね、波打ってしまいましたが、このまま作業をしていきます。そうしたら、スパチュラを使って、こんな感じで、リングの半分ぐらいをですね、ちょっと潰すような感じで形を整えていきます。次にですね、先ほどカットしたボールチェーンを、こんな感じで、今潰した部分にですね、ちょっとしっかりと埋めていきます。ピンセットの柄の部分を使ってボールチェーンの3分の1から半分ぐらいがしっかりと埋まるように形を整えてください。ボールチェーンは、長さが多少伸び縮みしますので、両端を埋めてから、中側といいますか中心部分をしっかりと埋めて形を整えましょう。ボールチェーンをしっかり埋めたら余分な部分はカッターでカットしておきます。乾燥後です。そのまま付箋紙を巻き取ると、先ほどカッターでカットした部分も一緒に取れると思います。そうしたら、この端の部分ですね、この端の部分をデザインカッターでボールチェーンの端ギリギリまで、カットしていきます。ヤスリなどを使っていただいても別に構わないんですが、薄くなっていますので折れないように注意をしてください。ボールチェーンの端ギリギリまで、形を整えたら、今度はですね、指なじみといいますか、内側の部分ですね、ここを今度はですね、カッターで、スライドさせるように、削り取る感じで、厚みを整えていきます。こんな感じ、ちょっとですね、ボールチェーン外れてますが、気にせずに作業をしていきます。次に、ペーストタイプを使っていきます。ペーストタイプをですね、ボールチェーンの上からたっぷりと塗ってください。もうボールチェーン全体がですね、埋まるくらいまでしっかりとペーストタイプを塗っていきます。こんな感じで、ボールチェーンとボールチェーンの隙間の間もしっかりとペーストが行き渡るようにしてください。全体にペーストタイプを塗ったら、今度はですね、ボールチェーンにかぶった部分、ここをですね、ウェットティッシュで拭き取っておきます。こうすることで、仕上がった時にですね、丸い球形がきれいに出来上がります。ここまで来たら一度乾燥をします。乾燥後ですね、こんな感じになっていますので、あとはですね、銀粘土の部分を、スポンジ研磨剤赤で、きれいに整えていきます。かなり細いリングになっていますので、割らないように注意をしてください。こんな感じで銀粘土の部分を滑らかに整えたら焼成をします。焼成後です。ボールチェーンの部分は SV925 なので黒くなっています。一旦ですね、芯金棒に通して形を整えていくんですが、ボールチェーンの部分はですね、柔らかくなっていますので、叩いてしまうと、ボールが潰れてしまうんですね。なので叩くときは銀粘土の部分を慎重に叩いたり、あるいはこんな感じで反対側から、ちょっと奥に通すというか、太い方に通すようにして形を整えてください。
ックリングコンパウンドなど持っている方は、ピックリングコンパウンドにつけて酸化膜を取るか、持っていない方はですね、ステンレスブラシとか、あるいはスポンジ研磨剤の緑をかけてあげることによって酸化膜を取り除くことができます。完成するとこんな感じになります。形状的に磨きヘラをかけるのはちょっと難しいんですが、シルバークロスで仕上げるだけでも綺麗な作品に仕上がります。リングの形状を、変えることによってちょっと雰囲気も変わってきますので、いろんな楽しみ方ができると思います。皆さんぜひチャレンジしてください。面白かったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で。